はい。えー、皆さんどうも。あの、最近ちょっとね、腰がすごく痛すぎてね、あんまり動画の編集するモチベーションが上がんなかったりとか、撮影するモチベーションがなかったりとかって感じだったんですけども、えー、まぁ、あ、ちょっとこのね、今回はこれを機に、まあまたぼっちぼっち、まあ、まったりと上げていきたいと思います。はい。どうも、おいけみちです。てことでね、えー、まぁ、あ、今回ちょっと、あの、私自身もね、CODMW の、あの、ベータ版やってみて、 良かった点悪かった点のいろいろ俺の感想とかあとまあ買う買わないの話を最終的にちょっとしていこうかなっていうふうに思いますはいでねあのまずね一言で言うとねあの完成されたダボダボ3だなっていうふうな感じの印象を受けましたあの一応ね例として挙げると似てるゲームを挙げるとするとまあ走れる感じの CG だったりとかあと若干ねなんかインサージェンシー似てるのかなっていうふうな印象ですはいっていうのもまずね 打ち合いがね、かなり難しいんですよ。このゲーム。あの、今までのシリーズ、俺一応、あの、BO2, MWR、えー、MW4, えー、あとね、AW、IW、まあ、そんな感じで、まあ、一応、バラバラなんですけども、一応、点々と COD 作品を遊んできたんですが、えー、その中でも多分、ダントツでね、 撃ち合い難しいかなっていう感じでしたね。あの、脳死とつしてで、うわぁ、キルできるぞいみたいな感じのゲームっていうよりも、ある程度、頭を使って、例えばここにね、敵が来てるから、足音聞こえるから、こもってやり過ごそうとか、裏を取って戦った方がいいんじゃないかなっていう、なんかあんまり正面でガツガツ打ちゃって、俺勝てるぜって感じのゲームではなかったかなっていう風な印象でした。はい。まあ、その理由ね、多分ね、ADS ス,スピードがね、結構遅いの、 ところが、ね、関係しててててるのかかななっていうふうに思っ思てんてねぬるっとすんだよ。ADS がすごい。ADS するときに、あのー、まあ、右クリック、まあ、俺もちょっと今回ね、パソコンでやってたんだけど、右クリックするときに、右クリックを押して、 最長で0.5秒後ぐらいに、うよいしょってイリスする感じなんだよね。一応速くするあのアタッチメントとかがあるから、それで一応最速っぽいやつでやってみたんだけど、AR の M4 で最速でやってもね、やっぱりどうしてもね、若干違和感を感じるようなエイムな印象でした。はい。 多分ね、まあ、これはね、一応グランドウォーとかの関係とかって一応 MW シリーズ、今までのモダンオフィアの感じでやってるのかもしれないけど、まあ、ちょっと俺はね、そのヌルっと感が苦手かなっていう、その ADS のスピードの遅さとかちょっと苦手だなっていう風な感じでした。はい。 あとね、もう、マップ自体がね、すごいね、入り組んでるんですよ。めちゃくちゃ。あのー、一つのね、マップ、ちょっとね、いろいろ、ちょっと名前わかんないんだけど、市街地線っぽいマップだったりとかしても、屋根が抜けてたりとかで、ね、その屋根とかの上にこもれたりとか、もう、本当にね、いろいろ立体的にマップを見なきゃいけないから、そのせいでね、ガンマチがクソほど強いんだよね。本当に強い。あの、クレームは置いて、 あの、一つの建物の中に複数に 2, 2枚ぐらいでこもってられてたら、もうガンマチでそれだけ死んじゃうっていうね。もう普通に3枚4枚持ってかれちゃうみたいなこととか余裕であったりするんですよ。でそこが強かったりとかね。向こうからしてみたら、もう頭ちょこっと出して、あの、適当に決め打ちしてれば勝てるみたいな感じだったりするから、そこがね、あの、ちょっと今作すごい目立ったところかなっていうふうに思いました。はい。一応ね、あの、輪はできるんだよ。このゲーム。 あのー、リーンはできるんだけど、そのリーンがね、なんか張り付くみたいな壁があったらできるリーンで、張り付いてするリーンなんで、結構ね、あの、ポジションによってはね、鬼ほど強いんだよね、そのポジが。頭少し一,歩一個出しポジみたいな感じだって、ロングから一瞬ね、顔出して、どこに敵いるのかなって索敵しようとしても、頭一個ポジであ、あのー、ね、体を出してるせいで、全然見えないみたいなね。そのせいでやられちゃうみたいなこととかも結構ザラにあったから、 あのー、まあ、これプレイしようかなって思ってる人はね、リーンとかをすげー活用してプレイした方がいいのかなっていう風な感じもちょっと思いましたね。あのー、なんかな。最初の初期設定はね、マウスのサイトとかに振られてたんだけど、そのね、リーンを使って皆さんプレイしましょう。はい。で、一応、グランドボー、あの、64人対戦のグランドボーもやってみたんだけどね、申し訳ない。これね、一番微妙だった。俺からしてみたら。 うーんあんまりこういうこと言うのもね、良くないとは思うんだけど、一番微妙でした。あの、リスとか旗取りとか、あと車両が出て、うわぁ、すげえこれバトルフィールド4っぽいな、みたいな、バトルフィールドのコンクエストだっていうふうに思って、一応やってはいたんですけど、なんだろうね、あの、TTK がね、クソ早すぎて、あの、ちょっと BF っぽくないっていうの、まあもちろん BF ではないんだよ。COD なんだけど、あの、BF のコンクエスト、 を、まあ、想像してやるとちょっと裏切られる形になると思います、はい。で、あのね、開けてるエリアに行こうとすると基本外周に芋が、えー、4枚、5枚、えー、普通にいます。なんで、えー、芋にぶっ殺されます。<laughs> はい、えー、そういう感じのルールでした。私は、やったときは。 大体いい外出て、あ、芋一人いたわ、撃って殺したぜ、やったぜ、と思ったら他のところにいる芋にガッツリ狙われるて。しかも、一枚じゃなくて、二、三枚から複数枚から撃たれるみたいでね。そういう感じのゲームでしたね。はい。あただね、あのー、グランドボームいいとことしてはね、なんか、鉄塔みたいなとこがあったんだよ。鉄塔みたいなところ。そこの上にヘリコプターで行って乗って、スナイパーでクソ芋できるみたいな。 あのバトルフィールドのねあのよくあるあるのさ一番上のわけわからんところに建物の上にいてそっからスナイパーで狙うみたいなそういうね BF4 らしいところは確かに少しありました、うん、まあ少しあったねって感じだねまあ、グラフィックもいいから、うん、まあそういったところもねいい点ではあるんだけどただちょっとね芋が多いっていうの TTK が早すぎる で、なんかその、TTK が早い,いし、わちゃわちゃゲーだから、正直、ちょっとよくわからんうちに死んでしまうみたいな、癖が強いゲームだからこそ、ちょっと大人数バトルがすごい難しいのかなっていう風な感じで、俺自身はね、グランドボー自体はちょっと微妙だったかなっていう風な感じです。はい、うん、なんかね、走り回って、ガンガンキルしていくっていう感じのゲームっていうよりもね、なんか定点的に持って、あ、ここ敵来たわ、 じゃあやろうみたいな感じの、来た敵を倒すみたいな、なんか街のゲームっていう風な印象だね。あんまり、なんか俺もショットガンとかを担いで、ガンガン走ってやってみたものの、やっぱりね、定点で待ってるやつに勝てないんだよね。どうしても。ガンガン走りまくってくると。だからそういった意味はね、本当なんか脳死でやるゲームではないかなと思う。てかそれこそ美容法が好きだった人たちにしてみたら、今回の MW シリーズは、 多分好きじゃないと思うむしろなんか嫌いな部類に入るんじゃないかなっていう、今までの作品とね、大きくまた変わって出てきたから、まああのー、いや、これ微妙だろうみたいな感じで思う人ってね、すげえ多いと思うんだよね。うん、で、あと、クロスプレイ、もう多分、あのー、まあ、若干気になってる人はいると思うんだけど、クロスプレイ実際やってみて、まあマウスパッドそれぞれのヨしアしが出てるってところを でまあそこはまあいいんじゃないかなっていうまあ別によしかなって感じでしたただあのー、マウスでプレイしてる人を一応注意してほしいのがねあのパッドって一応エイムアシストっていうのがあってあのー、若干的にエイムが吸い寄せられるみたいなそういう機能があるんですよでその機能でね中距離打ち合うと大体負けるね <laughs> あのー、そこはねパッドが場が強いところのメリットなんですよ ただ、パッドはね、すげえ近い近接打ち合いは、あのー、やっぱり、動きが呪い分、あの、できないんで、マウスでね、パッドに対抗しようと思ったらね、そのスピード感を出して、もうガン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 走りまくって近接打ち合いするしかないっていう。ただ、このゲームの特性上、ガンガン走るプレイは、そこまで強くないってところでね、立ち回りがめちゃくちゃ難しいね。 本当に。本当に難しい。だからそういうところはなんか、インサージェンシーっぽいなっていうね。立ち回りの難しさと ADS スピードの遅さっていうところが、ちょっとあのゲームに似てるかなっていうふうな感じだったね。だから、ちょっとね、死にゲーではあると思う。あの、キルしたいなっていうね。初めて COD シリーズやろうとかね。今までの COD シリーズから移行しようと思ってやる人は多分死にまくると思うから、ちょっと死にゲーっぽい感じあるけど、それで覚えていくみたいな。 感じだったたかなと思いいまましたはいまあ、ちょっとね、結論としてなんですけどね、まあ、結局買うか買わないか、まあ、結局お前はどっちなんだっていうところ、えー、1から10段階ちょっと評価しようと思うんですけど、えー、今回の作品は、おい気持ち的に3でした。はい、えー、まあお金に余裕のある人はね、購入しましょう。うん、で購入する前に1回ベータをやってみて、 そこでね、微妙だなーっていうふうに思った人は、まあ、買わない方がいいんじゃないかなというふうな結論です。はい。正直ね、8500円を払って、ちょっと買うゲームと言われたら微妙でした。うーん。てか、パソコンでやってる人は特にあんだけど、あの、パソコンリーサーバーが多分ね、最終的にすると思うんだよ。今回のね、ベータ版やってて思ったんだけど、一応ベータで無料期間、あの、誰でもできますよっていうふうな形になってるのにも関わらず、 パソコンオンリーサムに飛ばされることってかなり少なかったです。あのー、グランドボーでやってるときはまあまあ多かったけど、普通の TDM とかドミネとかそういうルールでやってるときはね、ぶっちゃけ、7割ぐらいクロスプレイだったかな。うん。7割ぐらいは。ほとんどパソコンオンリーサムに飛ばされることはなかったっていう印象だし、あの、やってるときも普通に人数足りなかったりとか余裕したんで、 ワンチャンねパソコンカソル。ってかパソコンでやってる人はね、本当購入するときに、マジで吟味してかん、あの、購入した方がいいんじゃないかなっていう風な印象です。はい。まあ俺もね、あの、まあちょっと多分、買うか買わないかまだ決めてはないけど、あの、特にね、あの、COD 迷ってるとか、ほど今作、まあ一応現代戦だから、現代戦が遊べるってい,いいとこなんだけど、まあ、めちゃくちゃ迷ってるよって思う人、 でみんなみんなね、そんなね、お金にすごい余裕があるってわけじゃないと思うし、まあ一応考えて購入してください。まああとあれか、現代戦術が出るってところはいいところだよね。まあ AK、AK47、M4、MB7、P910 だったりね。まあファーマースだったり、いろいろ現代戦術が出るってところはね、だからすごいいいところだから、まあそういうのが楽しみたいよって人は、本当に買ってもいいのかなっていう。まあそこを楽しみたいのであればって感じだけど。 だからほんとね、完成されたダボダボ3って感じなんだよ、これが。だからダボダボ3をね、まやろうとしてる人はね、まぁ、あ、CODMW でもいいのかなっていう風な感じではあるけど、まあダボダボ3とも全然違うよね。やっぱりそこは。うん、なんか、ヌルット感とか、ADS スピードがやっぱダボダボ3の方が圧倒的に速いから、うーん、まあまあまあそこら辺も考えつつ、えー、ちょっと遊んでみてください。 はい、ということで皆さんお疲れ様でした。